坂本勇人、35、ついに終わってしまう。巨人の坂本勇人内野手、35、は22日の阪神戦で6番、3塁に入って先発出場。だが、3度の得点圏でいずれも打てずに3打数無安打に終わり、6回でベンチに下がった。試合後、坂本は申し訳ないです、と一言だけ絞り出すのが精一杯だった。座戦犯で草。今日のさんほっとしてそう。400打席も経って2割3分ならそれがもう実力や。最近の内容でも名を使い続けてる阿部が異常だよ。レジェンドだし扱い難しそう。ショートの坂本は去年消えたし今いるのは亡霊や。今の坂本の使い方を考えてほしい。36の年やろ、劣化は当然。3連続ポップフライは草。坂本もこんなことになるんやな。今日のより先に衰えとるやんけ。ぶっちゃけ守備がためくらいにしか使えんな。今年優勝逃したら一生言われるな。打線の穴やん。